皆さんこんにちは、ワンダルグルービジです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとね、前回の収録から時間が空いてしまっているので、思い出しながらこの立浪の総監をしていきたいと思います。今回はミッション12、米海軍の海盗 IQ180 の天才ケリー・ジェ・ネルソン大佐が指揮する大水上艦隊に挑むということなので、対潜水艦専用だけではなくて、対水上艦専用の魚雷もですね、複数、携帯していきたいと思います。まずは、55本の魚雷ですね。これの配分を決めていきましょう。はい。魚雷の装填数なんですけども、全部で60本携行することにしました。レベルを一つ上げています。なんといってもまずはね、ハープミサイル。これは対水上艦専用で強力な武器になるので、これ、中心に持っていきます。それ以外に魚雷ですね、マーク48の魚雷、これも14本持っていきます。その分今回はカッターがないので、しっかりかわしきるというところが必要かなと思います。デコイも3本と。ちょっと少なめの編成になっているので、特に敵からの魚雷をもらわないように、撃たれる前に撃沈するっていうので、目指して頑張っていきましょう。では早速ミッション画面に入っています。まずは20ノットまで上げて、100メートルまで進行していきます。早速、囲まれてますね。まずは見つけたところから魚雷を撃っていきたい、あるいはハープミサイルを撃っていきたいので、射程に入り次第先制攻撃、これはねやっていきましょう。今は深度80、速度10ノット。まだ撃てないかな。まだ撃てないですね。ハープミサイル早めに撃ちたいところなんですけどね。さあ、射程に入りました。ハープミサイルまずはお見舞いします。迎撃されることもあるので、弾数、ミサイルの残数はね、気をつけていきたいと思います。まずは命中。ただ敵から航空機が発艦している様子も見えました。原子力巡洋艦バージニアですね。これを撃沈です。まずは再々機よくですね、一貫撃沈してますね。では続いて、ハブミサイルを撃っていきます。まだ艦影もきちんとは見えていない状態ですけど、撃っていきましょう。さらに、敵航空機、複数発艦。うち一機が迫ってきているという状況です。損を撃沈。まずは再々機よく二貫を撃沈してます。ここで、魚雷が投下されましたね。ここはデコイで回避します。ヤマトと違ってですね、まあ速度でかわすっていうのが、まあ事実上ちょっとできないというところがあるので、これは直撃コースだな。かわしきれないかな。かわしきれませんでしたね。しょうがない。まずは一発もらってしまいました。ただ、めげずに魚雷を先に先にと撃っていく。ミサイルを先に先にと撃っていく。これはね、徹底したいと思います。命中。原子力巡洋艦テキサス。これも撃沈できますね。ハープミサイルの威力や、さすがですね。さあ、耐水ヘリも飛んできてるようなので、まあ、すでに、魚雷1本、直撃を受けてるので、なんとかね、合わせていきたいと思います。命中。ハープミサイルは当たりますね、戦艦ニュージャージー。さすがに戦艦クラスになると、ハープミサイル一撃だと撃沈はできないですね。せっかく
攻撃当たってるので、ここはハットミサイル連発してでもなんとか、戦艦を撃沈しておきたいところです。外れた。もう一発。敵の機関がおそらく空母だと思うので、空母を沈めるに足りるだけの十分だ。残数を残しておく必要があるんですが、この戦艦相手に3発のミサイル撃ってます。ちょっとこれ以上はもったいないので、一回デコイで敵の耐水、ミサイルから出てる耐水弾、これをかわしましょう。直撃受けてる。デコイがちょっとあんまり効いてないな。これ以上はもらえないので、要注意というところですかね。優先魚雷で仕留める。まだ残ってますね。ここは優先魚雷、日本雑誌でなんとか仕留めにかかりたいかな。日本とまずした。ちょっとこの戦艦相手に向きになりすぎたかな。めちゃした。弾薬庫が全開したか。こうなるともう魚雷が撃てないので、撃てるかな。ああ、半減してるんだな。ちょっとこれだときついので戻っていきます。ちょっとダメージを受けてますが、戻ってきました。敵の攻撃が激しいので、ノーダメージでここまで来ることはできていないんですが、それでも先ほどよりかはだいぶいいかなという状況ですね。見つけ次第モハブミサイルを撃っていくっていうね、非常に単純な戦い方をしてるんですけども、ただこれが意外と有効ですね。とにかく見つけ次第撃っていくことで敵の数を減らしていく。あわよくはね、やっぱり敵の空母を早く発見したいというところだったので、早速敵の機関空母発見しましたね。リンカーンですね。そしたらこのリンカーンに全力攻撃を仕掛けていきましょう。本来だったらね、他にいる敵の水上艦も撃沈してですね、ポイントを稼ぎたいところなんですけども、非常に敵が強力ということもあって、ここはもう、運を言わさず撃沈に走ります。さすがリンカーン。簡単には沈まないですね。魚雷とミサイル、両方で、ね、使い込んでいきます。優先ミサイル、優先機雷が命中。さらにハブミサイル4本、これが刺さってもまだ沈まない。さすがだな。では速度をゼロまで落として、リンカーン全力攻撃モードに入りましょう。優先機雷2本、まだ沈まない。ハープミサイル。これ最後のハープミサイル2本ですね。ちょっと近いからどうかな。当たった。まだ沈まない。驚異の
耐久力ですね。ちょっとこれ以上接近した状態で魚雷が当たるとこちらにも衝撃が来るというところでリンカーン撃沈です。いやーきつかった。あれが天才の采配ってやつか。実戦じゃあ0点ということですね。まあ撃沈されたらしょうがないですよね。はい、というわけで久々の沈黙の艦隊でしたが、やっぱり、通常動力型ディーゼル型の潜水艦立浪だと速度も遅い、まあ全体的な艦の性能も、まあ、強くはないというところもあって苦戦しました。今後もね、苦戦する戦いが続くのかなと思います。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。